在プロスペースでは期間限定で 2022OB 第2弾セレクションが配信中。これがまたまた興味深いもので、巨人から高橋由伸が配信されとんのよ。プロスペース最強選手の一人なのがこの高橋由伸で、やはり弾道アーティストでこれだけの総合的なポテンシャルの高さもあるのでめちゃくちゃ人気、かなりの人が欲しがるでしょう。そして僕も持ってないので、この S ランクの高橋由伸が欲しい。ただ今回も購入は3回までしかしません。3回目で S ランクの 2020OB 第2弾が確定してるので、その一人確定しているもので当てるか、まあもしくはそれまでに当てるか、それ以上購入する予定はない。というのも最近いろんな優勝スカウトを回しまくってだいぶエナジー消費しとんのよ。僕無課金ユーザーですから、課金して欲しいタイミングで欲しい選手を手に入れるってことができないユーザーですから、やはりエナジーには限りがあって、今後年末用正月用と残しておきたい。限りある中、今回は高橋由伸狙いでこの男を手に入れられたらいいなとは思うんですけど、他からももちろん配信されていて、ヤクルトからペーター・ジーン、巨人ファン的にもかなり馴染みある選手なんで、本音を言うとこっちも欲しいですけどね。阪神から田淵、カープからは津田かな、まあよくわかんない OB もたくさんいますよ。中日からパウエル、横浜から森田、誰やねんっていう話で岩隈、この辺も欲しいっちゃ欲しいんだけど、いやいやブレちゃあかんですね。やっぱ欲しい選手はもう高橋由伸ただ一人、強いて言うならペタジーニあたりが欲しいかなっていう、あくまでも追加要素でな。今回は手短な動画になりますよ。そしてその手短に高橋由伸を手に入れることができたらかなりいいんですが、購入1回目 A ランク以上の選手は1人確定はしているが、S がどうか出てくるかは運次第。今宵の俺の運が良ければ出てくるんじゃないですか。ただ前回のあの紙引き換えで全部使っちゃったような気がするからな、あまり今回期待できへんだよね。2回目から来てくれたら嬉しいぞ。どや、これは S が、あーどうだろうね、いきなり出てくるな。 B が続いて、ここで出てくるのは A の松井裕樹は別にいらないの。これも B で最後は A ランクで押すな。日本シリーズの活躍は見事だったけど別にいらない。 S すら当たらず A2 人、まあこんなもんといえばこんなもんですけど、今回は3回しか購入しない、そのうちの1回目からこれ、あとの2回に何を期待したらいいんでしょうかね。当てる人間はこの1回で当てますから。これを見てる感じ、俺は高橋由伸を手に入れられない、そういう運を持ったユーザーということが言えるんじゃないかな。次購入2回目も A ランク以上の選手が1人確定しているだけで S が出てくるかどうか、それまた運次第。1回目の流れもあるから、いやあんまり関係ない、あんな1回目があった後2回目は全く別のものになるかもしれない。前回のあの紙引き会だってそうだったしね、そこまであんま良くなかった流れで唐突な紙引きが来ましたから、今回も来るんじゃない。おちょっとこれは S あるっぽいぞ、来ると思うんだけども、来るな、シドーンって打ち上がって、あ、来た。S は確定してる。その S が、まあ見ていきましょうや。語ることはないね。B、まだ来ないのかい ?S は10人目までには来ますからね。はい、来ました、ここで。田淵孝一、ジャイアンツファンの僕が阪神のこやつを当てる、その意味あんのないよね。高橋由伸でよかったの、なんでちょっとずらしてくるから、そのずらしいらない。名選手、偉大なレジェンドであることは承知の上でいらないと今言ってるんですよ。何度も言おう。高橋由伸が欲しい動画、それ以外は外れなんです。まあ、幸先よく OB の S を手に入れたことは素直に喜びたいなと思うんですけど、これだけで終わるかな、続いてくれへんか。ほら、変化、また S が、もう10人目は A 確定しとるからな、次9人目。あー、もう残念やね、最後は A ランクの宮崎っていう OB ですらないんかっていう、2回目購入でいきなり S が当たったことは嬉しいよ。もうこれ交換してくれるやついない、交換会早く開催してほしいんですけど、そこで高橋由伸を持っていて田淵を持っていない人にこれをあげたいです。そんな機能あってもいいんじゃない、イベント云々関係なしにね、その任意で欲しい人が欲しいものと交換できる。それは課金欲的なものは一気に失われるからね、そんな機能が実装されたら。みんな無課金でしかやらなくなるから、そういうこと考えたら絶対開発者から言わせれば取り入れる必要がない、取り入れたくないシステムなのかもしれないですけど、今僕はそれを求めてる。さあ早くも次が最後ということになります。今回もあくまでもこれしかしませんからね、これ以上やることは何もない。 S ランクの OB 第2弾1人確定はしているので、それが高橋由伸であることを願い祈り、も購入といきましょう。もしかしたら2人3人とついてくるかもしれないので、ペタジーニ枠1までセットでついてきたら、ええなっていっぱい思うね。ええなって思っちゃうね。ええなって思わせてほしいですね。しのぶ、ここで手に入れなきゃおそらく2022年手に入れる機会は他に、まあ一つだけあるんですけども、まあでもここで欲しいな。
B ランクのムネリン、さっきからやたら B で出てくるね。もうめちゃくちゃイケメンですから、そういう意味では欲しいけど今はいらない。高橋由伸だってイケメンなんでね、イケメンで能力高い選手の方が欲しいじゃないですか。だからそっちでいいよ。はい、 A ランクかの S かと思ったわ。早速出てきたので、あとここでペタジーニが出てきたことはいいんだけどね。まあでももう S は一人だけのパターンかな。ぽいなぽいな。9人目あーぽいですね。ということでここまで一切高橋由伸が出てくる気配がない。 B や A ですら出てきてないよ。てか巨人の選手出てきてなくねえか。そんな流れで急に出てくるかって言われたら、その運を持ってるやつは手に入れるでしょうね。今宵の俺の運がどんな感じなのか見ていこう。これは由伸云々関係なくいらないかな。もう知らん選手やし、西武の選手やし、全く知らんし、本当に知らんし、だからいらんし。S ランクが確定してる3回目購入は石毛が当たるという感じで終わりましたとさ、ごめん、語ることは特にないんだよね。もう高橋由伸がそこにいない。ただそれしか思うことがなくて、本当に不要で。これも石毛を求めてるやつが全国どこかにいてくれて、そしてそいつが高橋由伸を持っていたら交換して、欲しいんですけど、相当レアだと思うんですけど、まあ世の中たくさんいますからね、変な人って。そんな変な人がいてくれたらいいんですけど、まあそもそも交換機能がないですから、無駄な過程やたらればの話はやめましょう。次回4回目購入と続いていって、課金している方はね諦めずここから購入していくんでしょうけど、僕はここで打ち止めです。このセレクションに関しては購入3回目以上 S ランクは確定していないので、これ以上買い続けたらただエナジーを消費して由伸を当てられず終わり、その道中に石毛やようわからん選手が当たるだけならやらない。改めて今回の動画で手に入れたのはこの2人の OB 選手。これを求めて手に入れたかったユーザーが手に入れてたら、ウェイウェイウェイってもっと盛り上がっていて、もっと感情的になっていたのかもしれないですけど、僕は巨人ファンで高橋由伸を求めていた。そんな僕がリアルタイムで見たことない2人を手に入れても、ウェイウェイってなれない。僕平成っ子ですからね、昭和の選手とかぶっちゃけ知らん。ウィキペディアで数字しか見たことねえわ。残念ながら由伸は手に入らず、この動画はこのまま終わるということになりますが、ただ由伸を手に入れる機会っていうのはもう一つだけ残されている。それは現在開催中のイベントで S ランク契約書を手に入れること。もちろんその S ランクで必ず当たるというわけではないですけども、運があれば S ランク契約書からは由伸を手に入れて本来の目的を果たし、ウェイウェイってなれるかもしれない。ただこの動画ではそちらは開封しませんし、まだ手元にはありません。次回動画投稿させていただきます。その動画で S ランク契約書も開封していって、最終的に由伸が手に入るのかどうかの続きを次回お届けさせていただきますので、興味があれば見てくださいな。今回動画最後までご視聴いただきありがとうございました。